ございます。おはようございます。ひーと前田まーさん、ありがとうございます。ありがくまーん、ありがとうございます。すっぴん配信ですね。おはようございます。目がしぼしぼする。ふふさん、ありがとうございます。ありがとうまーん。ん、さて、絶叫系乗り物って大丈夫？全然ダメです。ダメです。はい、まるさん、ありがくま、ありがとうございます。そうね、さっきね、普通に6時半とかに起きたんですよ。起きて、で7時ぐらいに朝のねツイートをね書いてたらね、寝落ちしてた。でもさ、よくさこの時間に起きれたよ、10分分後ぐらいによく目が覚めれたけど、遅れてごめんなさい。おはようございます。二度寝しちゃった、寝落ちしちゃった。おはようございます。あ、バイト行ってくる、頑張って。ファイトファイト。そっか、アルバイトがあるもんね。ゆきちゃん、ありがくまー、ありがとう。ちょっと朝食べてきますね。見ながら食べる。いいな。おはようございます。で、じゃあ、そっちも来るよ。おはようございます。1がご飯で2がパン。どうだろう。じゃあ良きところで、両方食べる人もいるから、あ、麺派はどうしよう。朝から麺でもいいですね。うどんとか温まりそう。じゃあ行きます、締め切ります。3、2、1、じゃじゃじゃんじゃん。お、え、ご飯が 60%、 パンが 40%。 やっぱりね、そんなに変わんない、大したね。60対40でした。朝ラーメンに朝うどん、すごいですね。いいな。ね、やっぱご飯って美味しいよね。お茶漬け食べたい。お茶漬けいいな。
うん、パンは手軽だからね。そうですよね。でもパンお腹たまんないじゃないですか。私だけ？ね、お腹たまんないですよね。朝パスタでした。いいですね、パスタ。うん、私パスタカルボナーラが好きです。はい、美味しいよね。サイエ予報、実は朝弟子の天気予報より信用しております。そうなんですか。そんなでも私はあの Google 先生のあのお力をお借りして、はい、いるんで。はい。そうですね。ワイもカルボナーラ好き。美味しいですよね。本当に絶対にカルボナーラって感じ。やっぱね、チーズ好きにはね、カルボナーラしか勝たん。でもね、ボロネーゼとかも美味しいですよね。あ、そう、秋ライブがあった前日に、時間があったんですよ、東京に着いてから。だからココと江口ココハとカレンレン、福井カレンと、リンリン、大内リンカちゃんと一緒にパスタの食べ放題みたいなできるお店があるから、そこでご飯食べようみたいななって、そう、パスタの食べ放題に行ったんですけど、美味しかった。うん、美味しかった。そうなの。なんか5種類から選べて、そう、4人でね、バッキながら食べていくんですけど、めっちゃ美味しかった。あ、お腹すいた。うー、ご飯の話ばっかりするから。今日はね、9時までやります。ここに出すと、こっちがいいかな。9時までしますってさ、こっちがいいの、それともピン止めの方にやったらいいのかな。でもいいかな。なんかさ、あ、ピン止め隠れちゃう。じゃあこっちがいいかな。来てくださったのに、あれってもう終わるのかって感じじゃないですか。テロップの方に朝は9時までって。あー、だ足りないか、字数が。お、ここにイセベンザ参加中、朝は9時までします。できた。できた。慣れたもんですね。あ、すごい。太陽で透けてる。森崎さやが。皆さん、たくさんありがとうございます。
計が鳴ってるねって。そうですね、1時間おきになるんですけど、時計の真ん中のところがね、こうやって動きながらね、音鳴りながら、そうなんかお知らせしてくれるんですよ。ハリボーさん、ありがくまーん、ありがとうございます。本当に朝からね、見に来てくださりありがとうございます。初日はどうなることかと思ったよ、今では立派にって。そうですね、初日はね、あんなに助けてもらってたのに、今ではこうして一人で何でもできるようになりました。イエーイ、ありがとうございます。そうですね、しました。もうね、4日目、ピースイベントも4日目になりました。折り返しですね。はい、7日までなので、うん、ありがとうございます。お昼パスタに決めた、いいなぁ。私なんだろうな、集合がお昼過ぎだから、そうそう、スーさん、ありがっくまーん、ありがとうございます、ありがとう。今日はかき揚げの日らしいよ。かき揚げいいですね。うどんとか食べたらいいかも。ね、でさあちゃんは肉の食べ放題どれくらい食べれるの？私ね、意外とさ、大食いでさ、食べ放題ってなったらもうみんなにもう暇してもらうぐらいずっと食べてる。この前もさ、高校のね、一面でみんなの名前から一文字ずつ取って、コアラっていう3人組でご飯に行ったんですけど、私の要素はコアラの真ん中のアです。そう、うん、行ったんですけど、久しぶりにね、ご飯行こうってことで、そう、一面と行ったんですけどね、もう見守ってくれてました。食べ放題なんていかないからさ、いっぱい食べようと思って。ともくろさん、ありがっくまーん、ありがとうございます、ありがとう。はじめまして、はじめまして。6期で一番の大食いはカレンレンか私かとかじゃない？みんなね、そんなに食べれないんじゃないかな、どうだろう。コアラの由来は名前、みんなの名前をから取って、なんか合わせてみたらコアラにたどり着きました。って感じですね。ムサさん、ありがっくまーん、ありがとうございます、ありがとう、おはようございます。皆さんね、ありがとうございます、来てくださって。おしゃべり会行くよ、ありがとうございます。何しよっかな、何着よっかな、楽しみにですね。ねえ、やすひろさん、ありがっくまー、ありがとうございます。質問コーナーとお絵かきコーナーの続き夜するんかな、
してほしい、してほしいですか？残りはね、あでも結構ある、しよっかな。夜しますね、じゃあ。ありがとうございます。ざわちゃんは白米のみ大食い。白米のみってきつくないですか？すごい、すごい。いいですね。イングリッシュマンさん、僕が初見と言ったら信じますか？あれでもこの前見たもんな。あと初見って書いてないから違うと思います。どうなんだろう、初見の方はなんかね、初見っていうなんかつくんですよね。うん、ありがとうございます、また来てくださって。バリちゃんも違いますね。ありがとうございます。ミッションのためにルーム入る人もいるからね。そうですよね。ありがとうございます、来てくださって。おはようございます。おはやん、初見です。ワオちゃんになっちゃった。まあまあ、でもさ、初めてさ、ワンちゃん買うってなったら初見かも。ある意味ね。あ、ナナシさん、ありがくま、ありがとうございます、ありがとう。さっちゃんが言ってたお寿司の食べ方やったら美味しかった。本当ですか？私と共感してくれる方がいた。なんかね、お寿司、回るお寿司は2貫あるじゃないですか。それにまず背中に沿ってね、ピーピーってしてこう2本できるんですけど、であとは横にピーってするのが一番美味しい。なんか十字架みたいな、それが一番私は適量のかけすぎかもだけど。そう、あとね、甘だれで食べるのが好き。醤油じゃなくて甘だれが好きです。多分うなぎにかけるやつかな。そう、なんか多分お寿司には醤油をかけると思うけど、甘だれで食べるのが好き。あとはね、サーモンとかポン酢でも好き。うん、自分で考えた食べ方。そうですよ、なんかね、直掛けしちゃうんですけど、ピーピーピー。前さ、無意識にやってて本当に怖かった。なんかね、お皿取ってなんか何もしてない、醤油かけようと思いきややってた。怖いよね。もっちゃんさん、ありがくま、ありがとうございます、ありがくま、ありがとうございます。うなぎじゃなくてアナゴだな。アナゴなんですね。九州の醤油も甘いの？甘いですね。うん、でも甘だれはまた別で甘いです。わあ、くら寿司行きたい。くら寿司の茶碗蒸し大好き。よね、ママはね、蔵出しが好きです。知ってます？蔵出しっていうの、あれすっごく美味しい、ね、シャリコーラも好き。そう、美味しいよね。おはようございます、ともくろさん、星ありがとうございます、ありがとう。
偶然昨日スモークサーモンサラダポン酢食べました。なんて優雅な夜でしょう。あ、夜じゃないかな、わかんない。え、いいな、サーモン食べたいね。いいな。昨日さ、ロケだったからさ、そう、ロケ、あの食レポが多いんですよ。3つ食レポして、そうそうなの。だからさ、夜ご飯食べない気でいたら、9時のね配信が終わって、なんかマミーが持ってきたと思ったら、キュウリとトマトとツナ、ツナかな、あれチキンみたいなのを持ってきてくれて、美味しかった。夜ご飯、お腹空いた。ご飯の話ばっかりしてるから、へえ、食レポで一番美味しかった食べ物は、ちょっとね、これは申し訳ないんですけど、福岡でね一人で食レポさせていただいた、あれが美味しかった。西陣はつきさんのね、もうさ、お肉が美味しすぎてさ、あれは忘れられんです。本当にやばいです。もうね、すごいです。美味しすぎました、あれは。そう、テーマパークで表現した時のだね。そうですね。最高に美味しい。からしれんこんは美味しいけど、ちょっとね、辛いよ。なんか多分出来たてだから、さらに多分辛いと思うし、そう、からしれんこんの作って食べた時はね、辛かった。すごいですよ、なんかズキーンってから。すごい、鼻めっちゃ通ります。おはようございます。わさびとからしは苦手。そうですね、わさびもつけないです。お寿司とかもね、甘だれでいっちゃう。おはようございます。あ、そう、お蝶づもりのニジマスもね、めっちゃ美味しいんですよ。特製ダレ、そう、あれつけて食べるのが一番美味しいです。ね、美味しいですよね。自分で釣ったニジマスを焼いてもらって、焼いてもらったりね、揚げてもらったりね、また行きたい、美味しい。あとね、今日じゃなくて来週か再来週かな、その今月放送する回でめっちゃ美味しいスイーツがあって、美味しいです。お楽しみに、なんですけど、はい、おはようございます。皆さん来てくださってありがとうございます。ありがくまー。森崎沙耶が神々しいですね。スケ
けてる。すごい。おはようございます。お腹鳴った。皆さんご飯を食べましたか？でさ、朝のツイートしてから朝ごはん食べる予定だったのにさ、寝落ちしちゃったからさ、寝落ちしてちょっと10分ぐらい遅れちゃったから食べなかった。おにぎり食べた。いいですね。何食べようかな。春雨とか乳麺もいいですよね。ホテルの朝食食べた。ね、なんかさ、ホテルの朝食って美味しいですよね。ね、なんかさ、朝早いホテル泊まって朝早いとなんか朝食とかさ食べれないことあるじゃないですか。もうさ、悲しくて悲しくてもう嫌だね。朝食始まるのもさ、時間が決まってるからさ、朝早いと食べれないんだよね。悲しい。だいたい泊まるときってさ、朝早いときだからさね、コンサートとかそうイベントでどっか行くとかね。そうですよね。お、今日は紅茶豆乳飲んだよ。私も豆乳準備しとけばよかった。飲みたい。これから映画見に行く。いいな。何見るんだろう。いいな、いいの。私もその空間に行きたい。なんか映画館でさ、あの空間に行くだけでさ、なんか違う世界にいるみたいでなんかいいですよね。でもさ、今映画見たらさ、多分爆睡しちゃうかも。ね、コアラの友達もみんなさえちゃんみたいにふわふわ系どうなんだろうね。なんかさ、わかんない、違うと思います。ふわふわ系、ふわふわしてるって自分でもさ、わかんないからさ、多分さ、他の子も知ってるのかな、わかんないけど、どうなんだろうね。でも私となんかもう逆の方向の逆系の子ではないです。ギャルとかではなくて。はい、もしかしたら似てるかもしれないですね。うん、スーさん、ありがっくまー、ありがとうございます。ありがっくまー、イエイ。まさまさん、アフォガードの豆乳昨日買った。見つけたんですね。私もさ、まだ一箇所でしかさ、あのアフォガード見つけてないからさね。皆さんもぜひ見つけてみてください。いちみまさん、ありがくま、ありがとうございます。おはようございます。友達の前で話し方変わるんかな、わかんないですね。もうさ、リラックス状態だからさ、このままだとどうなんだろう。でもさ、テンション上がってさ、なんか変なこと言ってるかもしれない。友達もね、結構ね、なんか結構ギャグっていうか、なんか面白いことね、いきなりやりだしたりするから。それと、そうね、3年間さ、一緒に過ごしてるとさ、似てくるじゃん、多分。そう
そうそう、だからさ、コアラの3人でいるときはもうちょっとさ激しいかも一緒になんか変なことやってるかもしれない。お腹すいたね。メンバーがショールーム配信切った時どんな感じなのかめっちゃ気になるんよ。そうですね、私はまず写真を撮るそう、はあ、またちょっと写真撮るでして、ツイートするぞで、ママに確認してもらったり、この前 の初日とか2日目とかはココたちがねいたから、ココとかにどうって見せていいかな、確認待ちあいいと思うって言ってくれるから、はい送信そんな感じですねはい、いい再現だと思います。おはようございます、ありがとうございます、スエさん水色ペンライトありがとうございます、おはよう。初めてこんな口を開けないあくびしたかも、はあ、おはようございます、あ、ゆきちゃんたくさんありがとう。さえちゃんとさっちゃんのコラボ配信とか見てみたい。さえさんね、さえさんしっかりしてるからちょっとサポートしてもらいながらねやれそう。さえさんさ、リハとかもねちゃんと髪の毛まとめて前髪も綺麗にして、もうね素敵な格好で素敵な踊りをパフォーマンスをされるからね、もう見とれてしまう、さえさんの気づいたら見てるもん、さえさん可愛いですよねKT の新曲が楽しみですね。うん。そう、さえさんのねパフォーマンスは綺麗なんですよ。本当に隙がない。本当にすごい。そう、ああ目の使い方が甘い、そうですよね、あとね上半身の使い方がね素敵、なんか大人の色気と、あと可愛さと目遣いと表情と腕の使い方ともねすごいですよね、尊敬しちゃう。さえさん本当にすごい。自己紹介の拍手の速さどれくらいが正解？
のがさん、はい。ぐらいかな。せーのがさん、はい。私がね、なんか私2回言っちゃった。私があのせーのがさん、はいって言うんですけど、それに合わせてクラップもしてくれたらちょうどいいかなって思います。ちょっと遅いかも、朝だからちょっと遅くなってるかな。でもね、皆さんね、あの早いんですよ。だから私もね、頑張ってね、あの今日も冴えてるをちょっとゆっくりに言うと、皆さんもゆっくりとよししてくれる。修正してくれるんですよ皆さん。はい。公演だと結構早い感じする。それはね、皆さんがねちょっと早くなっちゃってるんだけど、本当はねこんな感じやりたいなっていうのがあったんですけど、そう。でも私の今日も冴えてるっていうので、皆さんがあのテンポを合わせてくれて、修正してくれて、最後まで噛まずに言えてます。そう、早いとさ早口言葉になっちゃうから。そうなんですよ、難しいからね、頑張ってゆっくりにさせてます。この前の配信してたゆっくりバージョンもしてほしい。いいですね。あの MC がさ、自己紹介 MC が3列目だったらさ、それでもいいかもしれん。ね、3列目。あ、でも希望のつぼみ公演ならね、ユニットの準備があるからそれでもいいかもしれん。せーのがさん、うわい。ね、そう、初期の頃さ、ずっとキャッチフレーズで満足しちゃってね、あの森崎さあやですっていうのを忘れることが何回もあって、そう、名乗り忘れがね何回もあって、もうねよく治りましたね。今となってはしっかり。熊本県出身18歳のさあちゃんこと森崎さやです。そう、言えるようになりました。キャッチフレーズ終わってさ、すぐねあの自己紹介 MC に入ってたのが懐かしい。そうですよね。奥山明さんで、ちょっと呼び方教えてください。ありがとうございます。やん、ミラーボールありがとうございます。パッカンパッカン公演って言い方やめてくださいよ、可愛いけど。希望のつぼみ公演は6期生だけやから、なんあれで何、うん、年の研究生だけだから何やってもいいだろうってことですよね。そうですね、やってみたい。いつか高速でもやってみたいな。今日も咲いてる？何でね。でもこの前あの3人ここから犯にされたのはちょっと何も言葉を発せなかったから、あれはちょっと嫌ですね。あ、もう拍手でしたもん。ね、本当に意地悪ね。まあ、ロッキーラッキー公演もいつかやってほしい。そう、聞いてください。とあるねことでね、ロッキーラッキーが採用されたんですよ。それはちょっとお楽しみなんですけど。そう、採用されてなんかモガにご報告されました。あのさあちゃん聞いたって、ドッキーラッキー
休憩みたいな。うん、何に採用されたかはちょっとお楽しみになんですけど、はい。そうなんですよ。おはようございます。最初に比べてテンポが随分速くなったよね。そうですよね、キャッチフレーズのねテンポがねどんどん速くなっていく。そうなの。ちょっとね、ぐらい、ハッピーバースデートゥーユーぐらいの感じでやっていただけるとちょうどいいかなって思います。モガさんのキラキラした目で言ってくれるのがちょっと想像できる。そう、その通りです。え、さあちゃん聞いたってそう言ってくれました。うん、面白かった。どうしたんかと思った。公園で張った声と全然違うね。そうですよね、なんか今は抑えて喋ってます。普通に喋るとさうるさいと思うからさね。皆さん一緒に手拍子とコールお願いします。なんかさ声大きくするとさちょっと高くなるんだよね。今落ち着いてね、ちょっと静かめに喋ってます。はい、昇格メンバーは着物のつとみ公演に出たいだろうね。出たいかな、どうだろう。ね、でもね楽しい楽曲がたくさんあるからね、その羨ましいって思わせられるくらいね、レベルアップできたらなって思います。はい、お、33分、あと30分します。はい、9時までなんでね。鼻炎は辛いですね。はい、おはようございます。ありがくま、つーさんありがとう。ありがとうございます。おはようございます。皆さん、れいちゃんが虫歯絶対似合いますよ、そりゃ間違いない。あとれいちゃんねルーマーやりたいって言ってました。沼ハムルーマーね。いいなって言ってました。れいちゃんねちょっと踊れるんですよサビ。そうそう。カワウソさんワイも出たいもん。そうですよね。ピエンでピエン、その通りです。もうねピエンを起こしてビエンですね、ビエン。ウェルカムコメントが2日目になってます。ありがとうございます。これですよね。あ、本当だ、ありがとうございます。ウェルカムポエミン、ウェルカムコメント修正3日目、設定しました。どうだろう、あ、できた、できた。ありがとうございます、教えてくださってありがとうございます。ピエン仲間です。あ、ね、ビエンも嫌ですよね。あ、結構いる仲間が。あ、谷かわいゆたかさん、ありがくま、ありがとうございます。で、間違ったかな、あ、4日目やったって。そうだ、そう、今日4日だからね、1日に始まったから4日ですね。ありがとうございます。できた？あ、できました。
ありがとうございます。おはようございます。あ、そうそう、配信が9時までで、で、配信9時までで、9時25分から熊本県民テレビでサタココが放送開始、放送始まります。はい、そう、ヨカモメッキ隊はね、ちょっと最後の方にね、いつも出てくるかな。そうですね、今回はチョンカケコマでございます。難しかったけどね、めっちゃ楽しかったそう、あんなハマるかなってくらい楽しくてまたしたいです。あの子も欲しくなりますよね、ハマっちゃう。ぜひ見てください。 YouTube はね、明日って日曜日に上がるので、ぜひ熊本見れないよって方はぜひ YouTube でご覧くださいおさむしありがくま。ちょっとグレーだからさ、熊本に近いかも。ここはなんか赤い丸欲しいですねそう、みくりんさんともねロケしたい。みくさんも忙しいからね。うん、そうですよね、まださ分かんないんですよね、できるか。やりたいけどな。うん、お、宗像フェス、上手と下で行くのどっちが多いかな、待ってくださいね。うわ、半々か、半々かな、うん、半々だと思われます。そうかも。あー、でもね、うーん、やばい、ネタバレしそう。ねうん、うん、半々か、もしくは下手が多いかもです。うん、そうかもしれん。中二子のね、ライブの HKT の秋ライブの中二子の企画の楽曲、そ、あの予想するの難しいですよね。で、皆さん絶対当てれないと思う。全部当てる方はね、もう運営さんと双子でしたかって感じ難しいですよ絶対。当てれる方いるのかなって感じなぐらい本当に難しいです。そう、私はね、あの鳥年でいぶきさんと一緒に何かします。鳥年、皆さんね、ぜひ当ててみてくださいはい、ヒントなしだと無理そうですよね、なかなか難しい。
そう、48グループの、ユニットでも大丈夫で、なんかね、そう、ユニットの名前に伊藤のが入ってるよとかもいいし、なんかね、曲の歌詞でもいいし、そう、なんか繋がってればいいんです。そう、48グループさんの中でいろいろ想像してみてください。タイトルからもう入ってるじゃんっていうのでもいいし、そこを切り抜くっていうのもいいし、絶対繋がらんやろっていうのもいいし、ね、本当に面白いからね。いや、面白いですよ。なんかさ、楽しいですよね。ね、あー、え、すごい、そんな考えもあるんですね。難しいですよね。ね、正解者ゼロの可能性ありますよ、絶対。いや、難しすぎますもん。全部当てれないよ。ゼロだったら、ダブルチャンスっていうのがあって、もう、なんか、抽選っていう形になってたと思われます。そうそう。おはようございます。もうね、時間かな、45分になっちゃう。うん、皆さん本当に朝から来てくださってありがとうございますね。よいしょ。昨日のさ、書いた絵改めて見てもさ、ちょっと怖いんだよね。でもね、バブちゃん本当に似てる。カエルも可愛いけど、キリンはなんか犬と、あ、なんか犬と似てない？こう拡大したバージョンじゃない犬。そんなことある？ね、怖い。クマもちょっとね、ホラーなんですけど、ちょっと殺意が見える、怖いね。はい、ポストも可愛いんじゃない。トトロはね、ちょっとなんか足りん。これは帽子じゃなくて葉っぱです。希望のつぼみのイメージ、つぼみと希望が詰まってるよっていう感じですね。はい、よいしょ。余った11分は、ああ、そっか、で 10分ね、遅れて入ったから、あ、じゃあ9時10分までしよっかな。そうしよっかな、9時10分まで吸いますね、じゃあ。はい、バブちゃん本当に似てて可愛いですよね。可愛いよね、似てるし。そう、チャットにはね、 HKT チャットに送ったことあるんですけど、絶対似てると思う。もうね、バブちゃん可愛いの、まだね、会ってやってない。歩き回ってるんですけど、自由におむつ履いてね、まだね、出会ってない。配信始めちゃって、会いたい。アルパカって会ったことあるんだっけ？ありますよ。ふれあい動物園、どこだっけな、阿蘇ファームランドかな、あ、どこだっけな、どっかの、
こで触れ合えるみたいな、おやつあげれるみたいなのをそうあって、アルパカさんにあのお野菜あげたりしました。大きくてさ、ちょっとね、うんって食べるの似てるそうやって食べるのが可愛い。ちょっとね、大きくて怖いんですけどね。カドリードミニオン行ったことないです、私。そう、行ってみたいんですけどね、行ったことない。ズさん、ありがくまん、ありがとうございます。ありがくまん、皆さん朝から来てくださってありがとうございます。本当に皆さんは寝れましたか？私はね、さっきあの寝落ちしちゃったあの朝のね X を書いてる時に、で配信10分遅れちゃってごめんなさい。そうだから9時10分までしようかなって思います。何時から始めたんだっけね、30何分とか40何分とかに始めたかな。寝落ち仲間イエーイうん、41分に始めたんだそうです。じゃあ50分までしますね。ありがとうございます。じゃあ9時になったら読み始めます。あの壇上13位からやりますありがとうございます皆さん。はい、おはようございますね。もう9時ですね。7時台に始めたのにね、早い、言うまだ。今日はね、フェスに出させていただきます。宗像フェス、福岡の宗像市であるフェスに、ね、研究生一人で出させていただくんですけど、先輩の中にね入って、そうね、思いっきり楽しんでできればなって思いますそう、イエーイ、水色ありがとうございます。ちょっとさ、朝もさ一回やってみたいんだよねそう、夜はねこれあのまたこれしようかなってしてっていう方がいたんで、私もやりたくてさ、ブルブルブルじゃん、ビール朝からビール出るとは思わん。じゃあここに書く、引きます。こうしてちょっと泡が垂れてる感じね。で瓶があって、あちょっと、おかしくなっちゃったけど、まあいいだろうってことで、できた即席ビール。じゃずビールです、イエーイ。上手やろじゃじゃーん美味しそう泡って味あるんですかね、どうなんだろう。くまモンがビール狙ってるそうかもしれんじゃん、不思議な組み合わせたち。はい、
苦さが最高。そうなんですね。泡って苦いのかな。どうなんだろう。なんかさ、ビールさ、あの想像によると麦茶に炭酸みたいな、麦茶を炭酸にしたバージョンみたいなイメージなんですけど、全然違うのかな。泡も苦いよ。そうなんだ。あと2年後、1年ちょっとで飲めちゃうんですよね。そうよ、1年と1ヶ月2ヶ月ぐらいで飲めちゃうんです。恐ろしい、大人になりましたね私もね、いやーん大人はい、だってもう鼻炎の朝はねきついんですよ。ビールの CM もいつか見たい。わあ、それはね、運営さんがダメっていうかもですね。どうだろう。あ、ヒーローはもうすぐ20かな、20歳かなって。そうですね。ひーちゃんもあと2ヶ月で20歳ですね。そしたら1年待ってもらって私と乾杯をしてもらおうじゃないですか。あ、くじまりさん寝坊したって。大丈夫ですよ、来てくださってありがとうございます。9時10分までしますね。ちょっとテロップを変えましょう。テロップはこれだ。編集9時10分までします。9時10まで、10まで、よし、 OK できた。そう、私もさ10分さ遅れちゃって、二度寝しちゃってさ10分遅れて始めたからね。わーい、おはよう、ありがとうございます。本当に皆さんね、来てくださって、たくさんゲストも投げてくださってありがとうございます。ありがとう。もうさ3日間連続でさ1位でさ1日を終えることができて、もう皆さん本当にありがとうございます。もうね、昨日さびっくりしちゃった。もう終わり、もう終わるよっていう時間の時に1位になってもうびっくりしすぎましたね。本当にありがとうございます、ありがとう。そうこんにちは、初見の方ありがとうございます。くまです。そう、これとってもあったかい。夜24時までできるのも大きい。そうですよね、これはね、あの大人になったからできることでありますねそう、あ、美少年さんも今日もありがとうございます。ありがとう、たくさん。あ、くじまりさん、ありがっくまん、ありがとう、ありがっくまん、ありがとうございます。すごい、よいしょ、55分。そう、9時になったらね、誕生を読みますね。お、フォローさせていただきますね、ありがとうございます。そうね、あのビスイベント始まってから、そう、毎日配信っていう形になってるんですけど、それからね、結構200人ぐらいフォロワーさんが来てくださったかな。
そう、びっくりですよね。ありがとうございます皆さん。ね。くまさんあったかいです。イエーイ。愛用になります。ありがとうございます。ショールーム見てファンに なる人もいるもんねって。そうですよね。ぜひおよろしくお願いします。そう、おしゃべり会とかね、オンライン握手会とかもねあるんで、そうぜひ来てください。まだ受付はね、ちょっと終わっちゃって次のを待ってる途中なんですけど、ぜひ皆さん来てください。待ってまーす。お願いします。はい、はじめまして、こんばん、間違った、おはようございます。よいしょ。は月曜日から再開かな。あ、どうだろう、わかんない。私たちもねまだわかんないんですけど、うん。奥山明さん、あ、読み方大丈夫なんですね。奥山明さんって読みますね。山明さん、ありがとうございます。な、ヤンシゲヤキさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。だね、そう、もうね終わりの時間になってるんですけど、はい、もうそろそろ壇上を読んでいこうと思います。森崎さやが光ってる。外だ、すっごい天気なんでしょうね。すごい。じゃあ読みますね。じゃあ締め切ります。3、あ、うん、なんか左手さ3ってしたらさ、いきなり3したら2になってることがいっぱいずっとある。3、2、1、いきまーす。じゃあ、13位、ポップコーンさん、ありがとうございます。ポン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 、13位でした。そして12位、奥山明さん、ありがとうございます。12位でした。ありがとう。じゃあ11位、トラキバオさん、ありがとうございます。11位。そして10位、ハヤトさん。ハヤトさん、ありがとう、ありがとうございます。そして9位、くじまりさん、くじまりさん、ありがとう。9位、ひゃーひゃー、ありがとう。で8位、谷川豊さん、ありがとうございます。8位、谷川豊さん、ありがとうございます。そして7位、ムサさん、ムサさん、ありがとう、ありがとうございます。じゃあ6位、ゆきちゃん、今日も見てくれてありがとう、ありがとうございます。6位でした、ありがとうございます。そして5位、スエさん、スエさん、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。そして4位、ともくろさん、ともくろさん、ありがとうございます。ありがとう。4位でした。じゃあ3位、
あ、読めるかな。3位は中村高春さんでいいのかな。合ってる？これお名前間違っちゃうの嫌だね。合ってるかな。どうどう。よいしょ、おはようございます。高春さんでいいかな。よし、合ってる合ってる。と3位中村高春さん、ありがとうございました。そして2位は昔は美少年さん、たくさんありがとうございます。昨日もね、ありがとうございました。ありがとうございます。2位ありがとうございました。で1位はつーさん、つーさんありがとう、つーさんありがとう、イエイイエイイエイありがとうございました。1位でした。皆さんね、来てくださって、ギフトもね、コメントもたくさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はねフェスに出させていくので、ちょっと夜がねまた遅くなってしまうんですけど、朝と夜で1時間半ずつ配信をしまして、夜は 10時から、はい、夜は10時から11時半で配信しますので、ぜひ皆さんね、また来てくださいね。ぜひお休み前に来てください。それじゃあ、お仕事やお勉強や家事とか育児される方はね、一緒に頑張りましょう。そしてフェスにねいらっしゃる方も楽しみましょうはいですね、お休みの方はいい休日を。そうそう、今日は休日です。ちょっとスクショタイムしたいよいしょれてますね、前髪が。まあいっかショータイムしますね。じゃあ、くま、後ろが神々しいくま、じゃあおはよう。どうだろうな、あとは何があるかな。本日も1位、いいかな、どうでしょう。はい、今日はね、まだね、メイクをしてないということで、レアな配信だったのではないでしょうかいつもはね、バッチリメイクしてるんですけど、今日はね、イベントがあるということで、まだメイクはしてません。おはようございます、お疲れ様でした皆さんね、皆さん来てくださってありがとうございました。ありがとう。
いいですよ、スクショポストしてください。たくさんで、ね、皆さんがね、たくさんみんなに広げてくださると嬉しいです。ありがとうございました。ね、皆さん朝から来てくださってありがとうございます。ギフトとかね、コメントとかもたくさんありがとうございます。ありがとう。じゃあね、終わりますね。夜は10時から11時半まで1時間半します。夜はぜひね、また来てください。じゃあいい休日を。バイバイ。ありがとうございます。